今回の任務は物資輸送経路の安全確保です。私はこっちのツタから降りますね。私、ツタ登りや岩場登りは結構得意なんです。ご存知ですか？うん、おばさまはロッククライミングの達人なんですよ。最初に大峡谷越えを成功させたのもおばさまなんだとか。あちらに鉱石が。初めて見る形状です。この先に続いていますね。こんなところに温泉があります。気持ちよさそう。入ったら二度と出られなくなるかも。道が塞がっていますね。痕跡の主の仕業でしょうか。ずいぶん荒らされていますね。すごい力。あ、
点やフィールドにある食事場では狩りに備えた腹ごしらえができます。
はい。あ、よく来たな。先輩。よ、相も変わらぬいい働きだったな。怪我はなかったか？よくやってくれた。これで本格的に調査を行える。はい。しかし驚いたよ。こんなに寒い場所があったな。この地に何が待ち受けているかはわからない。だが、今回も我々ならなせるはずだ。さて、私はアステラに戻る。そうなの？向こうを開けるわけにはいかないからな。今回の調査だが、お前、指揮を取る気はないか？俺が？やめとくよ。向いてない。じいちゃんがいるんだから、このままで問題ないだろう。それに、総司令なんてやれと言われてやるもんじゃないしな。まあいい。だが、ここを守る者がいないと話にならん。お前は残って、皆をまとめろ。了解。よろしく頼む。よし、始めよう。こっちも大所帯になったし、レイゲーナの調査も本格始動だ。その前に顔合わせをしようか。調査班にはまだ紹介してなかったからな。まず物資補給所の担当はしっかり者の彼だ。よろしく。マカレンキンはこちらのばあちゃん先生に任せて。彼が交易船の管理と、そして植生研究所とのやり取りを担当してくれることになった。頑張りますよ。そしてこちらが料理長。なんとアステラの料理長のお師匠様だ。一度国に帰られていたけど、今回のために戻ってくださったんだ。まあまあ。調査資源管理所は引き続き私に任せてね。もちろん加工屋も武具屋もあるぞ。そしてなんと所長先生もこちらに。知りたいことのためならどこまでも行くんや。そして俺がみんなを守る役目を言いつかった。精一杯やるよ。よろしくな。さて、俺たちの目標ははっきりしている。レイゲーナの大軍が海を渡った原因を調査することだ。そのためには何よりもレイゲーナを探し出さないとな。第一歩として調査班は渡りの伊手地の探索を行ってくれ。探索しつつレイゲーナの痕跡を追えば手がかりが出てくるかもしれない。ただし、ここが見知らぬ土地だってことを忘れんなよ。無茶したら俺が怒るからな。はい、渡りの伊手地へ探索に出てみます。私も伊手地の調査に出るわ。
いろいろと気になることもあるし。わかりました。いつも通り定期的に安全を知らせてください。よし、こんなところだな。それじゃあみんな無事戻ってこよう。渡りの伊手地に行きましょう。レイゲーナの行方がわかるかもしれません。金が肝心よ。よいぞ。もっともっと蒸気を貯めて、溜まりきったらパワー大放出よ。この香りは大当たりの予感か。大当たりも人生の一部よ。よしよし、蒸気力が溜まってきたわ。
力、最後の一押し。ぬぬのゲームチャンネルはゲームの動画や実況を毎日投稿中。毎日何時頃投稿しているの？毎日18時に1本、時々0時に投稿してます。上にある最新とおすすめもぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。